横田正人は、日本の元陸上競技選手。東京都出身。専門は中距離種目。日本女子大学附属と夜明け幼稚園、立教小学校、立教池袋中学校、立教池袋高等学校、慶応義塾大学総合政策学部卒業。富士通所属。男子800メートル競争元日本記録保持者。現在は、 中ラプス TC 代表兼コーチを務めている。日本選手権、男子800メートルにおいて6度の優勝を誇る、日本のトップアスリート。立教池袋中学校在学時に、陸上競技を始めたが、本格的に部に所属したのは高校に入学してからで、ある。なお、同校陸上部の先輩には、元富士テレビアナウンサーの川端健二や NHK の、 中山淳之介がおり、現在まで進行が続く出会いもあった。2005年立教池袋高等学校3年時、千葉インターハイ800メートルで優勝、岡山国大少年 a 800メートルでは1分49秒81の大会新記録で優勝を飾る。2006年、慶応義塾大学総合政策学部入学の後、 関東インカレ800平方メートルくらい、日本インカレ800メートル優勝、そして日本選手権800メートル優勝と、好成績を重ねる。7月に、中国、マカオで開催された、アジアジュニア800メートル日本代表に選出され、ここでも優勝を飾った。8月に、北京で開催された世界ジュニア800メートル日本代表にも、選出されたが、 準決勝二組四着で決勝進出はならなかった。2007年関東インカレ800メートル4位の後、日本インカレ800メートルは転倒し、準決勝敗退となったが、日本選手権800メートルでは2年連続優勝を飾った。この後大阪で開催された世界陸上競技選手権大会大阪大会の800メートル日本代表に選出された。 この大阪大会では一時予選7着となり準決勝進出はならなかったがこの時の1分47秒16の記録は北京オリンピックの800メートル参加標準記録 B を満たすものであった2008年カタールで開催されたアジア室内選手権800メートルでは3位となった3連覇を目指した日本選手権800メートルでは 口の岳と金佐の2位となり、北京オリンピック日本代表入りはならなかった。2009年度は、慶応義塾大学競争部首相を務めた。関東インカレ800メートルでは、ギタウダニエルに敗れたものの、日本選手権800メートルでは3度目の優勝を果たした。続くベオグラードで開催された第25回ユニバーシアードでは800メートル決勝で4位となった。 2009年10月18日、日本体育大学最終フィールド競技会800メートルにおいて1分46秒16を記録し、小野優成が保持していた日本記録を15年ぶりに入れ秒例に更新した。同年11月、中国、甲州で開催されたアジア選手権800メートル決勝では5位の成績を残した。 2010年富士通に入社後、5月第52回東日本実業団陸上競技選手権大会800メートルで大会新記録を受立し優勝。6月日本選手権800メートルではラスト300メートルから抜け出し後続を突き放すレースを見せ連覇を飾った。2012年テグ国際陸上にて1分46秒18を記録し、 ロンドンオリンピック参加標準を突破、その後、日本選手権にて4連覇、自身6度目の優勝を飾り、同種目日本人として44年ぶりのオリンピック代表選手となる。ロンドンオリンピックでは予選5組4着で予選敗退となった。その後、拠点をアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに移し、かつてカール・ルイスが所属した。 サンタモニカトラッククラブにて2年間トレーニングをした。2015年米国公認会計士試験に合格。2016年の岩手国体を最後に現役を引退。2017年春に富士通を退社。ナイキ東京 TC のヘッドコーチに就任した。2017年4月号から月間陸上競技内で。 連載企画、横田正人の800の視点を執筆している。ありがとうございます。